オッピオ、または、オッピオの丘は、イタリア・ローマ市中心部の丘。抗議には、エスクイリーの農家の一部であり、その西側の一部を、オッピオの丘という。古代ローマのアゴナリア祭りの一つで12月11日に、祝われる、79歳、または79歳で祝われる対象の、79のうちの一つである。共和制ローマ期の著述家、マルクス・テレンティウス・ウアロによれば、 トゥッドスホスティリウス王時代に起こったウェイとの戦いに、火星するため、トゥスクラムからやってきたオッピウスにちなんで名付けられたという。79歳では、オッピウスの丘の西側を、ファグタルの丘として、別の丘として扱っている。また、この丘は、仮エの丘と呼ばれることもあったという。これらの故障は、共和制ローマ末期まで使われ、その後は使われなくなった。 アウェンティヌス・カピトリヌス・カイリウス・エスクイリヌス・パラティヌス、クイリナリス・ウィメナリス、紀元前31年のローマの地図上に示したローマの7級及びその他の主要地形の名称。都市を囲む国天線はセルウィウス城壁19世紀に描かれた発掘地図オッピオの丘の大部分はコンレオッピオ公園となっている。公園はかつてのトライアヌス浴場跡となっており、現在でも エクセドラ部分の壁などが残っている。また、フラビウス円形闘技場の谷に向かう斜面の地下には、ネロテが建てたドムスアウレアの遺構が残っている。公園内には、ティトゥス浴場の跡もわずかながら残っている。ミケランジェロのモ瀬セ像がある、サンピエトロ・イン・ビンコリ教会やローマラ・サピエンサ、大学がスブラとの間の斜面に建てられている。 エスクイリーの側にはサンマルキの愛、モンティ協会やイタリア国立東洋博物館が建っている。地下鉄駅やトラムの停留所は、オッピオの丘の北西側と南側の谷底にある。ありがとうございます。